旅館奉仕淡津温泉相湯。淡津温泉は石川県小松市にある温泉。山城、山中、片山津とともに加賀温泉郷の一つに数えられる。旅館13軒のこじんまりとした佇まいだが、各旅館が自家掘りの源泉を持つ。もともとは保養、当時向けの宿であったが、高度経済成長期における周辺温泉地の拡大に伴い、各旅館が建て替えを行い、 そして当他が繰り返された。現在は古くの湯の町上緒を残す木造宿から県外資本による格安旅館まで様々である。その中には一時ギネスブックに記載されていた世界一古い宿泊施設奉仕も一般に知られ、同温泉の知名度を上げている。近くには北陸有数の名札、ナタ寺があることでも知られる。共同浴場はそう湯が存在する。 2008年8月12日に新創湯がオープンした。恋人の聖地に指定され、新創湯完成など徐々に整備され、コンパクトで魅力ある温泉街を作ろうとする動きが活発になっている。なお、近年になり、廃業等の宿泊施設を買収して再生させる、格安、ホテルチェーンの進出が著しい。開け湯1300年とされる歴史の古い湯で、北陸で、 あまねく信仰された、大長大使が白山権限のお告げによって発見されたと伝えられる。その後は保養、当時向けの湯として長く知られ、木造旅館が立ち並ぶ風情ある湯の町上長を醸し出していた。戦後、高度経済成長期を経ると、阪神県や中京圏を中心に、団体旅行客が大量に押し寄せ、山城や山中、片山津は相次いで、 大規模資本によるホテルチェーンの建設や集客像を見込んだ既存旅館の増築によって次々と拡大路線をたどっていった。その中で合わず温泉は一部例外はあったものの基本は地元の顧客中心であり他温泉地に比べ安易な拡大路線を採用せずバブル崩壊後の余波は比較的軽微であった。しかしながら全国的な宿泊客数減少により 数件の旅館で経営が圧迫され廃業の浮き目に愛、旅館外は大きく衰退した。2000年以降、個人客中心の集客によって近年は回復基調にある。ありがとうございます。